フリモゲは、フランス海軍の軽巡二洋艦、デュゲートルーアン級。第一次世界大戦後に、ブレスト交渉で建造された。第二次世界大戦で失われた。艦名は、バトルオブセインとマシューで戦死したフランス海軍のエアベデポートスマー川のあだ名。1923年8月16日に帰港。1924年5月21日に浸水。 1926年9月1日に春行。1934年6月4日、極東艦隊のプリモゲは横浜港に入港。5日の東郷平八郎元水の国葬に参列し、日本艦と共に反旗を掲げ長砲を発射した。国葬後に極東艦隊司令長官のリシャール少将は、軍二東随法上、艦隊参謀長兼艦,艦長のルルー大佐は、 ンンの助を受けたプリモゲは1940年にフランスがドイツに降伏した後もビシーフランス側に、残り1940年7月7日にはダカールでイギリス軍と交戦した。1942年11月8日、連合軍は統治作戦で北アフリカに上陸、カサブランカで修理中であったプリモゲも出撃した。プリモゲは アメリカの戦艦マサチューセッツと交戦後、従順に洋艦オーガスタ、軽巡洋艦ブルックリンの砲撃で、被弾損傷志向に戻ったが、さらに、マサチューセッツなどの攻撃を受けて、大破格差し放棄された。ありがとうございます。